はい、おじいちゃんが来てご飯食べ終わって新聞読んでます。なんで片付けを始めようかと思います。これから後片付けの科学ですね。えうまかった、うまかった、うん、ありがとう。後片付けの科学ですね。ここが大変ですよね。まず一番大事なのはここをきれいにすることで、もうそれはクリアされてますね。でここの中見るとものすごいですね。3回分ぐらいの食器が出てますね。それこれも洗ってません。それで、これが、ご飯ね、作ったやつですね。で、味噌汁があるっていう状態で、ここからこっち側は綺麗ですね。ここからこっち側をクリアしなきゃいけないですね。で、鍋釜は、鍋とかこれは後で直せばいいですから、まず見ると、パッと一目で見てね、計画を立てます。パヤッポー。それでもうまず、分類です、分類。後片付けってのは分類なんですよ、分類。分類と、それをどういうふうにやっつけていくかっていう段取りですね。で、まず、分類ですから、箸とか、フォークというやつは、ある程度分類してありますから、これをこう上げちゃう。この葉っぱ系ね、葉っぱ系はちょっと別な流れで洗いますから。で、今回はまず何やるかっていうと、一回目の食洗機をぶん回して終わりにするということですね。それ以上のことはあんまり考えない方がいいですね。まあ食洗機回してる間に次のやつをやればいいわけですけど、こういうふうにね、まずは、長物系ですね、こういう。長物っていうんかな、なんて言えばいいんだろう。薬物とか、箸系のものをまず分類して集めるでしょ。それと同じようにタッパ系をこっち集めればいいですね。で、これはもう漆なんで手洗いですから、手洗いのものをこっち。で、これはもうそっち置いちゃうと。そうですね。そしたら同じ大きさのものをまずは集めるけど、こういう小鉢系はみんな最後に一番上に乗せるようになってますんでね。小鉢系は小鉢系。で、次が、みんなもう入れる場所が決まってる連中がいますから、そういう連中を連中で集めちゃうんですね。これもみんな入れる場所決まってます。これも入れる場所決まってます。食洗機っていうのは結局は入れる場所にまず詰め込んで、その詰め込みが終わったところで、次を回すというね。この辺のね、詰める場所が決まってるものですね。で、できるだけこの大物を早めにやっつけた方がいいですから、大物をね、ちょっとやっつける練習しましょうか。大物ってはこのでかい丸皿ですよね。この人たちも、まあ、早く決まってますから、場所が。タッパが出てくる。で、洗っていくと、こういう端系が出てきたりするんで、この辺の小鉢系はこうでしょ。小皿系、小鉢系、コップ系、小鉢系。またヒレも出ますから、ヒレもう一回回すっていうふうに考えていて、まずは今一回目回すのをね、ちょっとやっていきますね。はい、パヤッパー。で、ちょっとこれは、あっても、まあ、まだあってもいい。この辺はね、軽く洗ってあったりします。小鉢系をね、もうここに戻り入れちゃいます。こういうふうに。これは残りますから。どのぐらい残すかは別なんですけど、小鉢系はね、結構汚れてるから、きれいにこうやって。こういうのとか、お米とかが煙ついてるんで、そういうのもありますからね。まず小鉢系を戻しましょう。で、戻す途中で、
く手洗い物が出てきますから、それはもう手洗いしましょう。これはもう見つけ次第やるっていうか、最初にやったり後にやったりしますけどね。手洗いそうですね。はい、この辺はあるものでしょう、小鉢。もうこれで小鉢なんて本当にいいような感じしますけどね。僕の友達はあれですよね、そこまでやったら食洗機いらないんじゃないとか言われますけど、どうかな、ちょっと今度一回実験してみたいですけどね。これは定番場所があるものですね。場所があるもの、なんか油を拭ってやんないと食洗機の中でずっと油がこびりつき続けるんで、それは気をつけないといけないことですね。ね、今度ここですね、この人たち。こういう焼くものがね、みんなこういうふうにね、多少。これなんか意外と油が乗ってますね。で、箸はこう。随分ね、食洗機の使い方というか、後片付けにおいても、夫婦喧嘩しましたね。そういうやり方はダメだとか、ああいうやり方はダメだとかと。でもまあ、いずれね、どっちか先にお別れしなきゃいけないわけですから、そう考えたら、そういう喧嘩も懐かしいものだね。やっぱ、これね、箸がこのケースから、この人たちを、まずは最初、僕は大体これを先に、そう先に。箸入れですね。はい、じゃあ箸入れを始めましょう。面白いお父さん、じいちゃんのこっちも見ておりますね。箸入れはまずここのところね。で、弱らいをしますから、弱らい用のマーカーをここに入れておきますし、これを洗わないとダメですね。はい、でもう決まり物から入れていきましょう。これ決まり物ですね。小鉢、小皿、ここ。これも決まり物ね。もうここに入れるって決まってますから、それは順に入っていかなきゃいけない。こう決まり物ですね。小鉢ってはね、上の方向と落ちてくるんで、こうやって上げて、こう、こんな感じに入るんですね。これが、小鉢マジック。なんやそれ。ほんでこれはこういうふうにね、入るのが決まってますね。こんな感じ。あ、まだ寝てもらった。おお、寝てください。帰って寝なさい。これも入ればこういうふうになりますね。で、オートバイが入ります。オートバイが入って、で、小皿が入って、ここに入りますね。で、あ、硬いで。もう、張ったよ。わかるわかる。まだ行ってから。ちょっと重なりすぎですね。この辺はこれでいいかもしれないですね。で、これは、これが難しいですね。ここら辺は難易度高いですね。難易度高いですね。だからなんか丼ぶり課題出るもん。あの雪のチップ買ったんじゃないもんだよ。まだまだ早いやろ。まああれがさ、ようほら長谷川さんって工場にいた人言ってたがね、腰ってのは焼かれんまで治らねえって言ってた。あの人も何したかね、どうしてるのか。お前さんよりちょっと下ぐらいだね、腰。ちょっ
はい、このぐらい入るとこちらはこういうのが見えますね。小鉢ですけども、で、あとタッパーもついてます。タッパーはこれがね、入ってきたんですから、タッパーをちょっと綺麗にしたいなっていうのが出てきますね。ちょっとあの空きの空間がね、今度は上は軽いものを置けますんで、タッパーをこういうところに置いたりしますね。うん、いっぱいあるの。まあタッパーあとはまあいいかなっていうのがあるんで、ここに今小鉢がこういうふうにね来てますから、この小鉢を。小鉢がね、最後にこのここのところが小鉢スペースですね。小鉢スペースに入っていきます。もうさっきお米粒ついてたのとかもほとんどいますね。これが難しい、これが難しい。落ちますから。おじいちゃん笑ってます。あ、やっぱね、こうやってこうなってきますからね。なんとこうするとさっきやった小鉢が随分、入っていきますね。これは小鉢マジックですね。小鉢マジックね、ほらもうこんなしかないでしょ。これでこの辺の形はまた後でいけばいいかなって感じしますね。あんまり無理に詰め込んだりしなくていいんで、ちょっとここら辺がね、空きがある。ああ、いってよ。うん。働き者だ。うん。俺と違って。はい、ということで、これで、食洗機一回回すことにしましょう。お。で、大事なのはこの回した時の音ですね。音を聞いてると、この、ちゃんと回ってないかどうかってのは分かりますから。で、ここをこうやってね、あげましょう。ね、洗ってあげたのをこっち側に。この周りではそんなにシビアじゃん。肉切ったまな板はやっぱり中央切りにしとかないと、あとよろしくないですね。で、こっち側をこうで、これはもう次回ですから、こっち側でこれを洗ってもらって、よいしょ。まあね、こうやってね、じゃあ帰りますか。休憩してちょうだいね。立てっかね。はい、よいしょ。おお、最近早く立てるようになったね。いいこっちゃ。はい、じゃあおじいちゃんまたね。うん、お昼食べに来なよ。はい、って感じでちょうどいいぐらいでしょ。こうやってね、おじいちゃんが帰る頃に後片付けを終わってね、今日はもうあの、うん、新聞紙でね、ゴミを捨てるとこ、まあ、ちょっと濡れちゃったね、新聞紙をね、2個ぐらい
ですね。ここほら破れかけてます。ちょっと恐ろしいことですね。はい、やっぱおじいちゃん帰ってきました。ほんでここでその手ごめを、これやばいか、大丈夫だな、ここにこうやってね入れてちょっときれいになりますね。まだ、まだまだですけども、こんな感じでちょっとこう、これはいつも皿と同じレベルで洗ってありました。三角コーナーはね、皿と同じように洗ってあげないと汚いくなるよね、ぬめりも出てね。これはちょっとしょうがないんですけど、やってあげて、ただこれが残ってるかな。このものとこののは、あっちについてますね。これ、雪冷やのこれは、まゆちゃんのご飯ですから、もうすぐ終わり。終わったら雪が起きた。その昨日ちょっと照り入れたやつで、軽く探したんですから、起きて。だいたい、あ、これ何使ったなってのを、覚えてるもんですから。普通そうなのかな。俺だけかな。油汚れが少ないので、こういうあの、いや一緒に洗いたいものとかも早めに洗ってしまってね。お、しまった。こういう落ち方すると良くないよね。取り出しに行く。洗濯機の音はね、気をつけて聞いてください。今もしかしたら大丈夫かな。大丈夫ですね。これあの、ダメな時の音はダメな時の音です。回ってないとこうワン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 って音があるんですね。ガラスのものはできるだけこの中に残さないようにした方がいいですね。テープは壊れるときひび入って残るけど、ガラスはもう完全にバリバリになっちゃうから、なるべく気をつけてですね。これはもう今朝やったやつなんで、しっかり。はい、やっぱ、はい、これいいですかね。それで水場の方をまだ行ったら洗い終わりで、それじゃあかまどの神様をね、ちょっとよくお願いしましょう。かまどの神様にみんなの健やかな人生をね。はい、じゃあかまどの神様、かまどの神様、みんなの健やかな人生をお守りくださいって、ね、大事なんだよ、このお祈りが。やっぱやっぱちょっとまだ洗ってないので出てきますよね。ここをねきれいにしてあげましょう。いつもね大抵今はガラストップが多いですからね。もうね、はい、じゃあかまどの神様、かまどの神様、どうぞみんなを元気にしてやってください。一生懸命作るから助けてくださいってね。ああもうちょっとばあちゃんにいっぱい作ってやりたかったね。もうなくなっちゃったから食べてもらえないね。はい、かまどの神様よろしくねって。これはゴミ入れて捨てたりですね。これはもうこのまま生ゴミ、ゴミ玉っていう形でね捨ててますけど、こうやってこの辺はもう軽く流せばいいだけですから。
ルのねボールとかを今ピーピーってますね。食パン機が終わりましたから、これはもう終わり次第。ちょうどこの食洗機が一周回るときに、ああほらこういうことが起こってますからね、気をつけましょうね。近くの時はこれ箸入れてやるといいです。ここね。でこういう隙間できたらこういうの入れてやって、これはグラムが1セットぐらいですね。これ入るのね。1セット入れてあげましょう。蓋と一緒にいつも回すようにしてあげましょうかな。2セット入るかな。いや2セットが入らんかな。うん。こうやると2セット入るね。この辺は難しいところですな。ちょっと油っぽいんで、油っぽいのが1個入るだけでもう全体が油っぽくなりますから、それは気をつけましょう、ね、食器の蓋が1個ないじゃん。1個ありますね。はい、こんな感じで弱いやるのはね、僕はいいことだと思いますよ。こういう問題点分かるから、こうやって回す、ほらまたここでぶつかっちゃう、ここでカツンカツンと、ここでこれはこう落ちちゃったね、落ちないようにしてあげましょう。難しいね、この辺は難易度高いですね。こうやってね、 OK ですね。やっぱり仕事とかしながら聞いてますから、食洗機の叫び声をフシャン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 ってますからね。それでこれを人差し入れて、はい、これからまたちょっとしばらくね回ってます。で回り終わる頃いろいろとねおしまいになりますね。ちょうどいろんなものを片付け終わるぐらいのね、食洗機の洗剤入れぐらいですね。よくできてますよね。はい、じゃあこれで体のお客さんにもお呼びしましたし、今日の後片付けの科学が終わりますね。カムさんを応援するの科学かよ。やっぱしかししょうがないね。これが雑巾拭きですね。もうちょっとね湿ってますから、はい、ということで大体終わりましたね。まもなく8時だ。よし、頑張って仕事するぞ。ちょうど通勤時間ぐらいだね。よし、作って洗うとね。はい、これはもういいですね。もうできてるから、そしてなかなかいい仕事するでしょ、うちのゲナン。スリクリのゲナンがいます。はい、俺。やっぱ、はい、じゃあ皆さんも元気で後片付けして、かまどの神様と仲良くする。水場の神様の方が強いんだよね、かまどの神様よりね。だって水で火消えるもん。つまんね。はい、これで出来上がりですね。なんかほら変な音するでしょ。ね、ドンドンって音するでしょ。これだな。やっぱこれダメだ。やめとこう。あ、まだする。ドンという音する。何と当たってんの？大丈夫そうだね。ずいぶんこういうの心配だよね。こっち側の、ああ、
なんか変になった。まあいいや、いけいけ。ね、耳すましてください。食洗機はこう声かけながらやったんですね。はい、ということで、皆さんも後片付け頑張ろうね。おう。